はい、どうも皆さんこんにちは。実況パレブラグ2020でマイライフ今日からまたやっていこうと思うんですけど、今回からやっていこうと思ってるのはヤクルトスワローズの山田選手です。山田哲人選手ですね。で、能力はすごいですね。盗塁走塁回復怪我しやすさプルヒッターハイブルヒッター三振パワーヒッターはないんですね。で、安定とかありますね。で、パワー A ですね。なんで山田選手かというと、今現在ヤクルトスワローズがゲスっていうか最下位だからです。だから山田選手で打ちまくったら1位になれるのかっていうのをちょっとやっていこうと思います。はい。で、難易度はパワフルで、打撃ちょっと難しいんでロックオンのレベル2にしてやっていこうと思います。まあ毎回のことですけど、では山田選手でやっていこうと思います。妻はこれもう適当で、もうほとんど関係ないんで、適当でいいです。はい、難易度パワフル。まあ、山田選手はね、兵庫出身の選手で、日本人右打者シーズン最多安打記録保持者だそうです。2014年の。で、史上初の本塁打王と盗塁王の同時獲得者。2015年。すごいですね、これ。史上初のトリプルスリー複数回達成3回あるそうです。平成生まれのプロ野球選手として、初の最多本塁打受賞者だそうです。はい。もう正直10億持ってますね。やばいわ。今まで左打者ばっかりやってたんで、ね。今回右打者ですね。まあ、山川穂高選手もやったんですけど、ちょっとだけ。あの時ちょっと難易度をちょっと簡単にやりすぎたんで、ちょっと、めちゃくちゃ打ちましたけど。何あげるかな。対左投手あげたいな。うわ、めっちゃ上がる。ああ、上がったか。次、チャンスもいいな。あれ、チャンス弱い？もしかして。もしかして、チャンス弱いのかな？そんなことないよな。なんでチャンスいいなんだろう。チャンスいい？チャンス弱いってこと？そんなわけないと思うけど。あんまり上がらんな。さて試合2番な。まあ足速いからな。パワー A が2番バッターにいるってすげえな。ヤクルト、ペナントレースに向けたバッター山田。
あ、ちょっと待った。あれ？ちょっと待って、あれしたっけ？あー、やってなかった。1球目ストライクから投げた。変化球ストライク、インコースへ。バッター追い込まれました。投げた、ボール、アウトコース高め。第4球を投げました。外角低め、見逃し三振。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で山田、パワーカーブ、ボール。第2球打ちました。ダメだ。二塁牽制、タッチはセーフ。二塁はセーフ。投げました。ストレート。第4球はストライク。うっそー、152のストライク。第5球投げました。打った。オッケー。下がっていった。きっとライトバックホーム。山田、いいバッティングを見せる。スワローズリードで迎える5回です。バッター山田、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げました。アウトコース低め、ストライク。投げました、ボール。第4球はボール決まってストライク。第5球投げた、外のボール球、内田ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。ダメだ。スワローズ追加点のチャンス。うわ、満塁。ツーアウト満塁という場面で山田、嘘だろ。3打数1安打1三振。1球目空振りから。第2球外角高め、外れてボール。チャンス。第3球を投げた、ボール。さあ、4球目。よっしゃー。オッケー。山田、低めいっぱい、ストライク。まずは見送りました。第2球投げた、危ない球。第3球は打ちました。三遊間のゴロ。ショートから一塁送球。あーっと、送球それた。ショートのエラーか。スワローズ見事勝利を収めました。さて、何上げてっかな。パワーかな。うわ、全然上がらん。あ、そう、マイデータで。オッケー。パワーだけで。ストレート？第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、カットボール見送ってストライク。カットボールか。追い込んでから第4球を投げました。流し打ち、右打っていったが、これは切れてファール。投げました、打った。1、2塁間への当たり、メヒアボールを掴んだ。森下取ってアウト。0対0で迎える4回です。バッター山田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。うわ、チェンジアップ。ここは引っ張りに警戒します。第2球
投げました。打ちました。抜けた。山田ナイスバッティングです。スワローズようやく初ヒットが生まれました。0対0で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で山田、第9初球シュートは空振り。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。アウトコース高め、スライダーは外れてボール。第4球は打ちました。いい当たり。さあスワローズリードで迎える7回です。ここまで2安打。山田投げた。ダメだ。うっそー。取ってこれで3アウトチェンジ。スワローズ、スワローズ1点差で逃げ切る。ペナントレースに向けた。ノーアウトランナー1塁という場面で山田、まずは1塁牽制、タッチはセーフ。もう1回1塁へ牽制球。第1球ボール。1塁へ1つ牽制球を送りました。牽制はいいって。山岡ランナーの動きを警戒しています。さあさあハイボールは強え。飛ぶわ。さあ先ほどの同点の場面です。え、6000。スワローズリードで迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で山田、見送ってボール。バフローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。アウトコース空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げた。インコース高め空振り。バッター追い込まれました。さあ4球目、空振り三振。2者連続三振。くそ。え、山田追いつかれてるし。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは山田。1球目ストレート空振り。初球空振りからボール。3球目ストレーク。バッター追い込まれました。次は4球目投げた。打った。流し打ち。アルボール。次は5球目投げました。カットボールはボール。さあ6球目打ちました。ファースト左へのゴロ。ロドリゲス1塁踏んでアウト。これでワンアウトランナー。スワローズ追加点のチャンスを迎えました。うわー、1、3塁。山田第9ランナー走った。投球後キャッチャー二塁送球。早っ。二塁がセーフ。スワローズ重要な場面で盗塁を決めてきました。スプリットはボール。投げました。オッケー、いけリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で山田、初球空振り。伸びのあるストレート。第2球だはセンター落下点に入りました。取りました。これで3アウト。スワローズ見事勝利です。さてシーズンが始まる。家和室か。
お出かけできた。20億。どう考えても2番バッターっていうのはもったいなくね。せめて3、4、5あたりクリーンナップの方が。いよいよプロ野球バッターは山田。第9投げました。インコースへ変化球ボール。第2球投げました。ストレートに送ってストライク。第3球を投げました。おっつけた。打球はライト右へ。ファールボール。第4球を投げた。高めボール球打った。上も。OK。あれ？ダメか。これで2アウト。ランナーありません。スワローズこの回は2番からの好打順。トップバッターは山田。第1打席は内野フライに倒れています。ボール。タイガースここは引っ張りに警戒します。投げた。打ったこれは強烈。オッケー。さらに伸びた。ホームランだ。ホームラン。流し打ち。第1号先制ホームラン。スワローズファンで埋め尽くされたライトスタンド。今の先制の場面。スワローズ追う展開で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で山田投げた。内角低め見送ってストライク。第2球。投げた。見送ってバッター追い込まれました。第3球を投げた。外角高めボール。第4球を投げました。流し打ちどうだ。ファール。第5球投げました。ストレートはボール。第6球は高速スライダーボール。さあ7球目。オッケー。センター前ヒット。クリーンヒットです。山田いいバッティングを見せました。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で山田クソ作戦時第2球投げました。打った。宇宙からオッケー。いけいけいけ。シーンをご覧いただいています。スワローズ今シーズンは順調に白星。ふぅ。明治神宮野球ノーアウトランナー一塁という場面で山田第9投げました。嘘。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。第2球うーがチェンジアップ。タイミング合いません。第3球を投げました。インコース低め三振。山田スワローズリードで迎える2回です。ワンアウトランナー一塁という場面で山田。今日の第一打席はスイングアウト。投球これから2球目ボール。第3球を投げた。スラーが決まってストライク。
さあ4球目、流し打ち、ボテボテのファーストゴロ、ファールボール。第5球、投げた、打った、ファール。次は6球目、投げた、うーわ、空振り三振。チェンジアップ本当に打てないから。先頭バッターは山田。ここまで2三振といいところがありません。タイガース、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。ストライク。第3球を投げた、低め、空振り三振。山田、同点で迎える7回です。3三振、ワンアウトランナー1塁という場面で山田、ここまで3打席連続三振。第1球、もう。第2球、投げた、空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球は見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました。1、2塁間のゴロ、1塁へ送る、アウト。スワローズ勝ち越し。スワローズ見事勝利。明治神宮ノーアウトランナー一塁という場面で山田、第9球、ボール。投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、アウトコース低め、ボール。第4球を投げました、インローに送って、クソストレートか。次は5球目、投げました。うわぁ、下手すぎだろ今の打つの。うわぁ、嘘だ。ツーアウトランナーなしという場面で山田、第1打席はスイングアウトで初球を打った。1、2塁間へ、オッケー、抜けた。山田ナイスバッティングです。スワローズリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で山田、第9球、外れた、ボール。第2球、投げた、決まってストライク。第3球は空振り、タイミングは合わない。ほんとチェンジアップやめてほしいよね。第4球をストレートはボール。第5球、投げた、打ちました。オッケー、ボールは中継。山田、いいバッティングを見せました。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で山田、今日はここまで3打数2安打1三振。第2球、投げた、打った、ダメか、あ、いったか、これ。オッケーオッケーオッケー、回る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 、ボールは中継。スワローズ1点入りました。6対2。リプレイをご覧ください。スワローズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で山田、初球、オッケー、レフト交代、ヒット。山田ナイスバッティングです。さあチャンスを拾う。めっちゃ打てるな。スワローズ圧勝です。ワンアウトランナーなしという場面で山田、
第9球アウトコース高め外れてボール。第2球投げたボール。第3球を投げた3球目ストライク。投球これから4球目ダメだ。センター前進掴みました。これで2アウトランナーありません。スワローズリードで迎える3回です。バッターは山田。第1打席はセンターフライ。うわぁ なんでだよ。これで2アウトランナーありません。スワローズリードで迎える5回です。バッター山田今日はセンターフライと打ちました。初球打ちサード左へのゴロアウト。これで2アウトランナーありません。スワローズリードで迎える7回です。バッター山田ストライク。まずは見送りました。第2球投げました。見送って嘘だ。追い込まれました。第3球を投げました。2球連続シュート。第4球を投げました。高めボール球打った。二遊間ライナー破っていった。ヒットになります。山田いいバッティングを見せました。今日初めてのヒット。菊池スワローズダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で山田初球を打ちました。 OK いけ。前に出るヒット。スワローズさらに1点追加6対1。スワローズ見事勝利です。スワローズ絶好調。ランナー一塁という場面で山田第9球見送ってボール。さあ次の投球リングをギリギリいっぱいストライク。第3球を投げましたボール。投げましたボール。さあ投球は5球目。5球目ストライク。うそストライク。投げた打った矢田クリーンヒット。一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。バックホーム間に合うかどうか。スワローズ先手を取りました。1対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。スワローズこの回は2番からの好打順。トップバッターは山田。投げたストライク。インコース厳しいところまずは見送りました。第2球もう第3球を投げた。もう投げた打ちました。痛烈抜けた。山田ナイスバッティングです。うわ4点。同点で迎える4回です。今日2本のヒットを放っている山田。ムービングファーストはボール。投球これから2球目打ちました。菊池取ったセカンドから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。スワローズリードで迎える6回です。ここまで2安打山田。よっしゃあ一直線入った入ったホームラン。今シーズン先ほどのプレース。スワローズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で山田スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。何やってんだよ。アルボー第3球を投げた。うわダメか。ダメだ。ライトフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。スワローズ痛恨のサヨナラ負け。
松田つ、ワンアウトランナーなしという場面で山田、第1球投げました、外を際どい、ボール。さあ次の投球投げました、危ない球、投げました、ダメだ、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。スワローズここはなんとか追いつきたい。2アウトランナー1塁3塁という場面で山田、これは打ちたい。第1打席はライトフライに倒れています。第2球投げました、ストレートに送ってストライク。第3球を投げました、外角低め、ストレートは外れてボール。次が4球目、投げた、打った、ツーレッグ、ダメか、掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。2回の表が同点で迎える4回です。2アウトランナー1塁という場面で山田、今日はライトフライとレフトフライ。第2球ボール、投げた、危ない球、投げた、高速シンカーはボール、低め。第5球投げた、打ちました、これはいい、入れば勝ち越した、打球はそのまま見送った、ホームラン。今シーズン第3号ツーランホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、カットボール。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは山田、今日2打点を挙げています。第2球スライダー見送ってストライク、投げた、打ちました、いい当たり、よっしゃ、伸びていった、伸びた、ギリ入らん。山田1塁回って2塁へ、山田ツーベースヒットを放ちました。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。同点で迎える8回です。2アウトランナー1塁という場面で山田、今日2打点を挙げています。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、危ない球、次が4球目、投げました、4球目ストライク、ここは1球見ます。投球これから5球目、5球目ストライク。第6球をランナースタート、結局外れてフォアボール。またまたさよなら。東京ドームです。ノーアウトランナー一塁という場面で山田、第9投げました、なんで打った今の、ユアスボールを取る、アウト、なんで今の打ったんだよ。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは山田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、ボール。投球はこれから3球目、なんでだよ。第4球を投げました、 OK、 ゲ2塁だ、2塁だ、センター前ヒット、クリーンヒットです。打球が転がっている、ランナー2塁でストップ。山田いいバッティングを見せました。同点で迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で山田、投げた、スローカーブ、ボール。第2球投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げた、決まった、ストライク。投げた、ボール。投げた、直球決まってストライク。投げました、スライダー外れた、フォアボール。
スワローズリードで迎える7回です。バッターは山田。さあ。じゃあ体力か。東京ドームノーアウトランナー一塁という場面で山田第9球外れたボール。第2球投げました。ボール投げました。ストレートはストライク。少し迷ったか。第4球はさあカットボール。完全に取られたな。スライダーか。チームメイトリプレイで先制の場面をご覧いただいています。スワローズリードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で山田。第2球投げました。見送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球は見送ってボール。第4球を投げました。アウトロー。速っ。めっちゃ速くなる。スワローズ追う展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で山田。さあ強い当たり入れば同点だ。打球は見上げた。ホームラン。第6号同点ツーランホームラン。山田今日これが2本目のホームラン。初球をうまく今の同点のシーンリプレイでご覧ください。いつも流し打ちになるな。高木スワローズこの回は2番からの高打順。トップバッターは山田。ここまで全打点を打ったこれは強烈。いやなんか打ちまくるんだけど。東京ドームです。ノーアウトランナー一塁という場面で山田。まずは一塁牽制。一塁タッチセーフ。第9投げた。スプリット見送ってストライク。初球ストライクからアウトロー際どい球ボール。一塁へ牽制球を送ります。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。サンチェス再三ランナーを牽制します。打ったアルボール。第4球を投げた。打った痛烈な当たり。Okay. ライナーだ。クリーンヒット。雄平一気に三塁へ。山田ツーベース。スワローズ先制のチャンスを。スワローズリードで迎える2回です。バッター山田。ボール。ジャイアンツここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた。ストライク。投げた。パワーカーブ見送ってストライク。追い込んでから第5球打ちました。岡本掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。スワローズ、スワローズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で山田。ジャイアンツここは引っ張りに警戒します。投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打った流し打ち。止めてった。ライト前クリーンヒット。雄平その間にホームへ。スワローズ1点入りました。5対1。先
ほどのプレーです。藤岡、試合は終盤7回に入ります。先頭バッターは山田、投げました。もうジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、ストライク。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、直球、ストライク。第5球投げた、危ない球。さあ6球目打ちました、セカンド左横のゴロ。吉川ボールを掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。沢村だ。第9投げた、打った、ファウル。ジャイアンツ、ここは引っ張りに警戒します。打ちました、三遊間の当たり、岡本取った、ボールはファーストへ。やった、まれまれ。サードのエラーです。スワローズ2点入りました、9対2。スワローズ大差で勝利しました。オッケー、巨人に勝った。明治神ノーアウトランナー一塁という場面で山田、第9投げた、変化球、ストライク、低め、まずは見送りました。1球目ストライクから、ストライク、嘘、バッター追い込まれました。第3球低め、外れてボール、投げた、嘘。スワローズ先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で山田、今日の第一打席はスイングアウト、初球ストライクから見送ってボール。第3球を投げた、あーっとキャッチャー取れない、そして今拾い直した。ツーアウトランナー二塁三塁に変わります。投げました、打った、これはよっしゃー、スリーラン、先ほどの先制のシーンです。スワローズリードで迎える4回です。先ほどスリーランホームランを放っている山田、投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、打ちました、ライト前に出る、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは山田、今日3打点を挙げています。投げました、まっすぐ見送ってストライク。第3球は危ない球、チャンス。第3球を投げました、打ちました、痛烈、抜けた、山田、いいバッティング。スワローズこの回は2番からの好打順、トップバッターは山田、今日はスリーランホームランを打っています。1球目ストライクから縦のスライダー、ボール。同期は3球目投げました、ボール。第4球を投げた、打ちました、これはいい当たり、ここは守備に阻まれました。山田、いい当たりでしたが、スワローズ見事勝利です。俺絶好調になったな。もちろんバット。
明治神ワンアウトランナーなしという場面で山田第9決まったストライクいきなり153キロ第2球空振り外のボール球を振らせました第3球を投げた見送ってボール第4球を投げた打ったセンターへの打球これはヒットになります山田ナイスバッティングですスワローズこの回は上位打線から始まります先頭バッターは山田投げたバッターの足元ドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です投げた2球目ストライク第3球を投げましたストライクうわ今押したのに丸さあ4球目ダメだこれは上がってきたようですセンター前に出る落下点で構えます掴みましたこれでワンアウトランナーはありませんスワローズリードで迎える5回ですバッターは山田投げましたボールドラゴンズここは引っ張りに警戒します投げました2球目ストライク第3球さあほんとようホームラン打つなうわ福交番スワローズこの回は2番からの高打順トップバッターは山田投げましたさあ打球はそのまま伸びてセンターに送ったホームラン同点の場面スワローズ1点差で逃げ切りました今日も15を達成やべえわいやー、スワローズ強いっすね。まあ1位か。明治神宮。バッターは山田。完全に山田のおかげだな。第9。もうドラゴンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。引っ張った。スタンドに入りましたファール。投げた。マシンネットだ高橋ダイレクトでボールを掴んでアウトツーアウトスワローズリードで迎える3回ですバッター山田最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています第2球投げたインハイ際どい球ボール投げた打ったセカンドの右阿部ボールを取る一塁へ送るアウトこれでワンアウトランナーはありませんスワローズこの回は上位打線から始まります先頭バッターは山田今日はサードライナーとセカンドゴロ投げたインコース高めストライク第3球を投げたストライクインコース厳しい球バッター追い込まれました第4球を投げましたインコース引っ張った高橋うわボールを掴んでアウトライナー取るなースワローズ2点差ちょっと疲れたんで実況パルプラグマライフ山田哲人選手実況プレパート1一旦ここら辺で終了したいと思いますパート2もやりますのでもしよかったらチャンネル登録などよろしくお願いしますでは最後までご視聴ありがとうございました